はい、皆さんこんにちは、ダディチャンネルのマミです。はい、ですね、今日は土曜日の朝一番なんですけれども、お一人様撮影になっております。はい、近くでね、今週末、ファーマーズマーケットっていうのを開催しているので、ちょっと今日はね、そちらに遊びに来ました。お友達がね、ブースを出しているのでね、会いに行きたいと思います。それでは行きましょう、レッツゴー。なんかね、のどかな感じですね。なんかいろいろまだ音楽とかね、もう弾かれてたりとか、まだね、9時なんで、ブース始まったばっかりなんでね、準備されている方とかいらっしゃいますけれども、すごいなんかいろんなもん出らっしゃいますね。ここは植物でしょうか、プランツね、ハーブとかピーズ、ガーリックとか売ってますね。すごい、お野菜、採れたてのお野菜美味しそうですね。すごい、キャロッツとかね、葉っぱ付きですよ。すごいですね。グリーンオニオンだからネギですね。ネギとかレタスとか売っています。あ、水菜、すごい、水菜が売ってますね。ね、珍しい、水菜買って帰ろう。水菜ってあんまりね、アメリカのスーパーで売ってないんですよね。ウォーターメロンとか、すごい、サンフラワー、ひまわり持っています。すごい、すごい、なんかいろんな種類が売ってて面白い。エッグ、卵とかも売ってますね。これなんでしょうか。これはもう作られたベーカリーのケーキとかパン。これはジャムでしょうかね、作ってらっしゃるね、ジャムとか売られてますけど、すごいですね。お、ここなんでしょう、ここもパンですね。すごい本格的。すごい、たくさん売ってます。すごい、こちらにね、メニューが書いてますけどね、美味しそうですね。おー、フォカッチャが売ってますね。フォカッチャ美味しいんですよね。面白いですね。ここはアイスクリームでしょうか。違いました、ベーコンでした。アイスかと思ったベーコン。お肉ですね、お肉、お肉です。はい、それでは私のお友達です、キムです。ハローキー。はーい。Would you mind introducing your coffee? So our coffee is roasted in our backyard in Mainville, Ohio, and we use really high quality coffee from small farms around the world, and it's all sustainably sourced and roasted fresh, and then we serve it here at the Deerfield Market. Wow, that's awesome. This is the first time we come, but I tasting our coffee is really good.So this is the Honduras Guamadonta Organic. It's a really good medium roast with tasting notes of milk chocolate, orange, some other fruity tasting notes, but it's very, very good. Oh, okay. Do you have other brand or just medium, and also do you have other taste? Yes, we also have a Ethiopian. It's a really good medium roast as well. Okay. We have it in dark and medium. Okay. And then we have the backyard blend.Which is a blend of Latin American coffees. So, lots of good options. So, how can we buy? Like, not today. Yeah. So, you can buy it on our website.
www.thebackyardbeanery.com. We only ship within the United States, but we do ship. Okay. So, yes. Okay, that sounds good. Thank you. What is that? This is bean bark. So this is coffee beans covered in chocolate. It's really good. It's really good. If you don't like coffee, you might like it. Oh, can I try? Yes, feel free to try. Oh, okay. はい、こちらにはねコーヒーグリーティングカードでこう一緒にねプレゼントできるようにねカードもね販売されていますね。それからコーヒーを入れるね、トラベルマグとかね、こちらにも小さいサイズのね、コーヒーが売られています。でこんな感じで試飲もねできるようになってるんでね、皆さんぜひ行ってみてください。美味しいです。私もねちょっとお土産に買って帰りたいと思います。はい、こちらではねお花がね販売されています。こちらはまたお野菜ですね、ケールだったりとか、すごいやっぱり新鮮そうですね。おやつ見てください、この葉っぱ大きい。うわ、私の手のひらより全然大きいですねすごい、これどうやって食べるんでしょうね、生で食べれるのかな。すごい大きい葉っぱがみずみずしそう、すごいね新鮮そうですね。こちらもスイーツでしたね。こちらもクッキー、マフィン、パイとかねたくさん売られています。ね、ローカルのものをねなんか見つけるのにいいですよね。あ、こちらはねソープですかね。すごい、これストロベリー、すごいなんかおしゃれですね。ソープ、すごいたくさんいろいろ食べられてますね。はい、ということでですね今お買い物が終わりました。全部でね10軒ぐらいしかないのであまりたくさんのお店が入っているわけじゃないんですけれども、本当にね朝取れたて のお野菜が置いてあったりとかね、卵も多分取れたてなんでしょうね。すごいなんかフレッシュなねお野菜がたくさん並んでてねすごくいいなと思いました。で私もねちょっとねこの先ほど見つけた水菜をね買いました。なのでおばさんとお話をしたらちょっとこの葉っぱは先がねこんな形してるので口の中でちょっと噛みにくいかもしれないので他のサラダと混ぜてね食べてくださいっていう風にね教えてくださいましたけれども、いやいや日本人食べれますよこのままね、水菜のサラダねすごい久しぶりなんでね食べたいと思います。はい、それからねお友達のねところで購入させていただきました。このねチョコレートのなんかこうバーみたいなやつですね、すごい美味しかった。私あんまりねコーヒー得意な方じゃないんですけれども、でもねちょっとコーヒーの味もしてでもチョコレートをコーティングされてるのですごく食べやすくて、これならな全然いけますね、すごい美味しいですね。これ日本にお土産にもいいと思います。すごいおすすめ。それと一緒にねコーヒーの方もちょっとねお友達にプレゼントしたいと思って買ってみました。はい、ということでね本日は、ファーマーズマーケットに立ち寄ってねいろいろな、商品をね見せていただきました。すごく楽しかったです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらの動画がいいなと思った方いいねのボタンとコメントお願いします。ラディーチャンネルのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバイ、ハボグテー。